今度こそこのウォーターは大事にしていくのと、スライディングで、なるほど、こういうところ行けますよと。 B もできるし、上にドーンもできる。いいぞ。で、ここなんだよね。ここ。よし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 、いなくなったけど、ワンアップだけだった。がよ。っていうかさ、そこにいる。そこに水いた。やられなくてもよかった。ということは、わからないけど、この後使うのかな。どうなんだろうね。なんか、さっきと同じような地形に来たけど、壊しました。あ、奥から撃ってくる。それさ、水で火消せるとか。ちょっと待って。あ、なんか耐えた。わからない。ダメです。大事な水いただきます。で、これ、あるか、なんかそういう攻撃中は耐えれるのか。っていうかさ、これさ、なんか、何？ハンマーみたいなので叩けそうじゃない？あ、危ない。待って、どっかにハンマーいる？これは？こうもり。スカでした。待ってー、危ない。降ってくる。そこさ、やっぱ水ではダメなのか。ハンマーどっかにいる？どっかにいそう。なんか、危ないです。壊します。ふっ、ほっと一息。壊します。よーし。で、結構回復しちゃうぞ。ポチーくん。なんかね、何そのクリスタルみたいなの。これ何？え？透明になった。透明になったよ。透明になった。現場からは以上です。え、透明になってるけど、バレないし、別に敵にぶつかっても大丈夫や。すげえ無敵。え、これさ、あ、抜けれる。へえ、なるほど。ただ多分あの大砲を食らうと消えたー。待って、もうない。なんかない予感しかしない。ないよ。あるー。よし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 、今度こそこれ持ってこっち来ます。で、時間制限があるので、今のうちに抜けちゃえ。よし、来た。これ持ったままなのかな。あ、持ったままだ。持ったままなので、時間制限のうちに取って。よーし。で、持ち帰った瞬間、あー、ちょっと待って、バレですが、このまま持って帰るか。よし。で、スフィアは3つ。今のところ順調らしい。特に見落としはないね。よーし。あ、ね、気づいたら、透明が終わっちゃったので、このまま進みましょうか。どうだろう。ラスト2個は。なんかでもそろそろ、なんか何、スフィアローバーの何、異次元空間来そう。で、シャッツが空に向かって発射してる。これさ、あ、地上だけなのか、このビーム放ってんの。あ、ちょっと待ってよ。これさ、上に溜めて、で、あー、いけるけど、シャツはあれだね、さすが頑丈みたいな、そんな感じで耐えられるんだけど、ここも切っとこう。よし。で、とんでもない。なんか気になっちゃうね。降りちゃおう。ちょっと待って。あ、でかいそうだよ。でかいソードなので、もらっていくか。なんかそこ切れそうじゃない？なんかツタみたいなんがあるぞ。行くぜー！ウルトラーソード！いけー！いいぞ！っていう感じでまず切れます。こっちも切るぞー！足場がテトリス。からのー、ここも切っちゃえ！しないでも切れる。これはもうね、じゃんじゃん切っていくぞ。いけー！うおー！で、そこも塞がって、あ、なるほど、安全になるのか。で、株もね、ちょっと吹っ飛ばしていくか。よし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 。で、ここも切る。ここも切っちゃえ。いいぞ。で、星が安全に取れて、チケットもスタンプもくれる。で、スカフィさんいる。切っちゃえ。
さ有料法切ったぞ。で、裂け目が出てくるということは、ここから先は一旦ソードは捨てて、やっぱりあれか、スフィアローバーがいる、ローパーがいるね。あの異次元、ちょっと待って、ああ終わってない、助かってる。ちょっと待って、これこっちでいいの、わからない。ちょっと跳ねかす、これ吸い込んどくと。そこはシャッツオさんでした。ちょっと跳ね返す。で、ここは吸い込んで跳ね返す。よし、いいぞ。多分これはあれだね。今度は何かを突破するようじゃなくて、跳ね返すようのために、こういうね、ブロックは多分あるんだろうなという予感なんですが、そこも跳ね返す。いけ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 。で、ここも全部吸って跳ね返す。からの、ちょっとこれも吸いたい。あ、吸えない。ちょ、全然吸えない。あ、これは壊すべきやったのか。わからない。わからないが、そこの足場壊すことで、シャットの弾幕がなくなりますよと。これはさ、前でしょ。前潰して、で、進むぞ。急げー。来たー。ゴール来たー。ここはもう壁来ない。ちょっと安全。ちょっと安全で、回復美味しいです。ソードかカッターです。ソードでいく。カッター使うか。カッターあんま使ってないなんか感じがするので、カッター使おう。そこの足場さ、なんか壊れそう。壊れるとさ、ピンチになるんじゃない。とりあえず、あー熱い。あ、これ溜めれる。あ、溜めれるけど足場がさ潰れちゃう。待って、足が潰れるとまずいよ。熱い。うおー、すごい速い。あっち行った、あっち行った、帰ってこなかった。待って、真ん中抜けてきます。熱っ、結構強い。待って、強いぞ。溜めとこ。あ、危ないです。足場がなくなった。あ、危ない。そっか、カッターはあれか、拾わなかったら跳ね返ってくるから、すごい突撃が来るぞー。よし。で、これ何？おー、連打してきた。待って。あいー。よし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 。で、ここもコンプリートと。なるほど。そこの下はさ、地獄っぽいよな。まあでもコンプリートしたということは、見落としてないはずなので、このままね、多分何もないと信じて進みましょうか。来た。来たぞ。で、あそこの炎を撃ってくるのは封印されてるので、ちょっとそっとしといて、下は何もないことを確認して進みましょう。よーし。ここもゴールゲームやっていきましょう。気づけば残機が25まで増えてきたけど、なんか結構順調にあれかな、来てるんかな。ちょいちょい何？あーなんか、コピー失ったーみたいな感じで、ちょっとね、むやみにね、ちょっとダイブしたりみたいな、そんな感じで、ちょっと残機減らしたりはありましたが、やっぱりそこの何、台座みたいなのが、開いて、ボスステージと、ここもあれですね、コンプリートしましたね。スフィア25個でサブゲームの、あ、ガンガンブラスターズオープンした。オープンした。まあ、もともといつでも遊べるけど、船でも遊べるようになりましたよと。さあ、それではレーズンルインズボスがやってまいりましたが、ボスがやってまいりました。カービィがむしろ来たけどなみたいなところなんですけど、今度は何のパーツがもらえるんだろう。ちょっとその辺楽しみに進んでいきましょうか。出会え出会え。ここの空間何なんだろう。わかんないわかんないが、いっぱいコピーあるね。ウィング、ウィングちゃんはサンドでした。サンドと、水と、ハイジャンプマンがいますね。ハイジャンプマン使いたいな。なんかね、なんかこの辺結構なんか攻撃って感じですけど、ハイジャンプマン使おう。なんとなく。なんとなくね。特にね、別に、どれが強いとかはね、ちょっとわかんないが、来たぞー。おーと、マスターハンドみたいなのがいる。マスターハンドなのかな、わからない。ポコ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 。お、ミスター、ダウター、ダウター。おー、ジャグリングしてる。
ハイジャンプマン強。今のところハイジャンプマン強。待って。あっちもハイジャンプした。まずいか。ハイジャンプというか、なんだろうね。なんかトルネードみたいな。ドスンして星出してきた。今のところね、ハイジャンプが強いぞ。待って。ちなみに最初に持ってた、骸骨みたいなのって拾えたんかな。わかんない。わかんないが、ぽよん、ぽよん。せっかくやからさ、痛いです。ちょ、拳で来た。暗い。あ、ちょっと敵側湧いてきた。待って。え、あ、ちょっと待って。捕まった。あ、そんなことされんの、あの敵。で、星が出てくる。あ、ちょっと高さがさ、当たらない。待って。これさ、これ何してくるの？くる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 。ほい。あー、吐けないのと、ゴールドが出てくるのが強い。だってこれさ、何？コピー捨てたのさ、なんか、賢明じゃなかったそうです。だって、でもせっかくやからそういうさ、攻略をちょっとやってみたら、それパンチくんぞ。高いところに避けて、で、うおえー、ちょっとさ、3発来るのズル。聞いてないです。聞いてないです。全部僕ドンじゃない。で、そうさ、これってさ、まずい。くらえー、なるほど。で、多分ボムもコピーできたっぽいが、よーし、なんとか突破しましたね。で、これは左？右？なんかどっちかの羽が手に入ったぞ。な、しかも倒した瞬間体力満タンまで回復すんねや。いや、どうだろうね。結構なんかその序盤ハイジャンプでご利用してたけど、あれコピーなしで戦ったら普通に強かったのかな。さあ、ひとまず今度は右か左かわからないけど羽持ってきました。多分右かな。なんか何、宝石みたいなのがついてる方が前だと信じて右ですね。よーし、右翼がつきましたと。まあ、なんかどっか行けるのかなと思ったけど、基本的にあれですね、ポップスターで、なんか違うエリア行ったりみたいな、多分そんな感じっぽいので、まあ、歩いて行ける範囲で、なんかパーツ集めて、その後、多分どっかに飛んでいくんだろうなという予感はするんですが、やったよ、カービィ。僕の船に、右ウィングが戻ったよ。パーツが揃って船が飛べるようになったら君を僕の故郷に連れて行ってあげるよ。あー、なるほど。それであれですね、ちょっとなんか帰ってきたよと、お友達連れてきたよみたいな、そんな感じになるのかな。僕の故郷は遥か遠く、この星とつながっている異空間ロードを抜けた先にあるんだ。あーと、あれか、マホロワが何？落ちてきた場所？なんか空になんかね、裂け目みたいなのが出ましたけど、あそこのことかな？すっごく遠くにあるけど、この船が完成したらひととびだよ。だから楽しみにしててね。やった。そう。やあ、カービィ、調子はどうだい？やっぱり翼一つじゃまだ飛べないね。けど千里の道も一歩から、僕もここで船の修理頑張るからね。カビがこれまでに集めてくれたエナジースフィアは29個、残りのパーツは3つ。左ウィング、エムブレム、エムブレムいるのかな。別になくてもよくね、飾りでしょ。船が飛べるようになったら僕の故郷に連れて行ってあげるからね。僕の故郷は遥か遠く、あー、異空ロードを抜けた先ですね。あー、早くお家に帰りたいよと言ったところでね、今回はなんだっけ、名前忘れちゃった、名前忘れちゃったんですけど、なんかね、そう、マスターハンドみたいな手を駆使しつつ、なんかいろいろ飛ばしてくるボスと戦っていきましたが、またね、次回は今度レベル3のなんていうエリアなんだろうね。なんかまた食べ物に関係しそうな名前の何かなんだろうなっていう予感はするんですけど、
またね、次回もお会いできればなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。